なんかここの目のところにあれができたかもしれん、目バチコ。痛い。目バチコできたかも、気のせい。痛い。こんばんは、お疲れ様です。目乾燥しちゃうかもしれん。こんばんは、ハートありがとう。ゆきまるちゃんハートありがとう。ロコボコもハートありがとう。え、なんかでも結構あ、今日はクラコンの撮影があったんですよ。クラコンがあったから髪型を可愛くしてます。明日、そう、昨日もレッスンで、そうなんですよ。お疲れ様です。今日はクラコンがあった。一昨日もクラコンでね。最近っていうか、この前あの収録が、とある収録があって、ちょっとそれの影響でアミタラシにハマりまして、そっからパセリがツイートしてたんですよ。千里の道はイブ、あ、それです。パセリがツイートしてたのよ、私とアヤパンの会話を。私とアヤパンの会話をツイートしてたんですよ。アンピーの卒校の時お見送りでスーツいじりありがとうございました。可愛かった。え、嬉しい。全然いいよ、スーツ気になりました。スーツ気になりましたから。ジャーキー天使ありがとう。天使ありがとうございます。こんばんは。とある収録あって、いや、イモマスとかじゃないけど、まだ言えない、自分の口からは。でもバレてる、一部バレてるって感じ、何の収録だったか。こんばんは。でもリコチとお仕事でした。四字熟語とか言い始めた、あやぱんが急に。なんか四字熟語って何なんと思って、四字熟語って何なんだろうと思って出してみたんですよ。千里の道も一歩からって言ってみたら、それ四字熟語じゃないって言われて、みたいな。みたいな。あ、四字熟語じゃないんだと思って、そもそも四字熟語は分からんって言った。パセリが爆笑してたから、こんばんは。特にハートありがとう。そう、ことわざなんか分からんかったな、四字熟語で。その後一期一会みたいなやつって言ったら、うんって言ってた。一期一会みたいなやつですよ、四字熟語。結局出てこんかったな、四字熟語。一昨日あの撮影の時にロケで、あの網たらしをしたんですよ、久々に下ろしたい気分で。そしたらちょっといい感じで、アミタラシにね、ハマりそうです。私もハマったらもうね、一生そればっかやるから。最近は三つ編みをずっとやってたから、おろし系もありかなっていう。冬だし、冬はおろし系が可愛いでしょ。冬はおろし系が可愛いから。かきっこハートありがとう。なんかもうバッサリ切りたいんだけども、やっぱ長い方が可愛いなってことで伸ばしておこうと思いました。こんばんは、ロボリンハートありがとう。かきっこだるまありがとう。こんばんは、はちさん天使ありがとう。ありがとうございます。お嬢様っぽい、お嬢様っぽい。ええー、
さ、やっぱりあんまり嬉しい。なんかでも昔お嬢様っぽいってよく言われてた。最近は言われなくなったけど、本当に結構昔高校の時とかはよく言われてた。懐かしい用語だな。冬女子かわいい。冬女子かわいいよね。冬っていいよな。冬ってめっちゃかわいくない？冬女子ってめっちゃかわいいですよね。なんかもうみんなコート着てロングブーツ履いてみたいな、ふわふわのマフラー巻いてみたいな、最強じゃないですか冬の女子って。めっちゃかわいくない？似合ってる。嬉しい。ロボに結婚して。考えとくね。ありがとう。岩木さんハートありがとう。明日ちょっと明日もちょっととあるお仕事があって、でもこれはなんか収録とかそういうのではなく公表しないやつだからあれなんですけど、明日も何の髪型にしようかとっても迷ってます。明日こそ何の髪型にしようか迷ってて、まっちゃんハートありがとう。ありがとうございます。すーさんハートありがとう。こんばんは。で、嬉しそうでかわいい。こんばんは。インスタのストーリーにあげたんですけど、そうそう、インスタのストーリーにあげたクラコンのやつ、今日メンツがめっちゃおもろくて、今日のメンツがえ、でも収録の内容言わなければあれか。今日のメンツが私と愛子ちゃんとパセリとあやパンだったんですよ。やばくない？えぐすぎ。あやパンと私と愛子ちゃんと私と愛子ちゃんのパセリだったんですけど、めっちゃやばい。嬉しい。そう、帰りはあやパンと一緒に帰りました。歩いて一緒に帰った。で、あやパンとお洋服の話で盛り上がってマジ楽しかった。よいさん10ありがとう。もう本当に冬のお洋服って可愛くて、なんかもう本当にいいよね。コートとか可愛いし、アウターとかも可愛いし、ロングブーツとかも可愛いし、なんか私ロングブーツっていうものを持ってないんだけども、ロングブーツっていうものをもう手に入れまして、まだ届いてはないんだけども、もう本当に楽しみです。ニーハイみたいなロングブーツめっちゃ可愛い。女の子の冬服ってめっちゃ可愛いけど、可愛いしテンション上がるけど、メンズたちはこのルームにいるメンズたちは冬のお洋服と夏のお洋服どっちが好き？ファッションにが今日ファッション興味ないって言ったもん。この季節の服はテンション上がるでしょみたいな、ある？ありますか？この季節のお洋服はテンション上がるでしょみたいな。で、最近っていうか結構前から、いや最近か、なんか自分のそのテンションを高めるために、あの可愛い靴下を履いたりとか、可愛いファッションで遠征に行くっていう、お仕事の遠征に行くっていうのにハマってて、今までそのお仕事の対バンとかだったら、まあ、どうせ踊るし、あのちゃんとリハっぽいやつで着ていかなきゃと思って、まあ、ズボンとかそういう感じのやつが多かったんですけど、なんかレッスン着みたいなやつが多かったんですけど、自分のテンション上げたいなと思って
可愛いね、私服で行ってます。私服っぽい服、私服風な服で行ってます。そしたらめっちゃテンション上がった。春夏秋冬の、春夏秋冬でどの季節が一番テンション上がりますか？服、お洋服。私は秋と冬かな。秋服めっちゃ可愛いけど、やっぱ冬も冬で可愛い。それこそ昨日のお話し会で着てたあのトップスがめっちゃ可愛くて、この首元にリボンがついてるんですけど、ちっちゃいハートもついててめっちゃ可愛かったんですよね。ニットみたいな、ニットみたいなやつがめっちゃ可愛いんですよ。みんな服興味ないんだなみんな服興味ないな。これはもしかして服の話になったら一気にコメントが来なくなかったみんな服興味ないんだな。どの季節が一応言いやすいようにはしたんだけどな私は工夫はしたんだけども、言いやすいようにどの季節がテンション上がるっていう質問の仕方にしたんだけど、ダメだったなぁいいよね、春冬かわいいよね。春と冬いいよな。いやでも春いいな、確かに春めっちゃ好きかも。私も春いいよな、絶妙な感じ、かわいい。四字熟語、そう四字熟語、あやぱんが四字熟語のネタが欲しいって言ってて、四字熟語教えてって言われたけど、四字熟語は分かんなかったから。まっちゃん星のやつありがとう。スピーベイりんちゃん全身コーデしてほしい。全身コーデしたい、めっちゃしたい、本当にしたいかも。みんなのお洋服選んであげたい。スピーベイね、えってか今回のスピーベイ知ってますか皆さん。今回のスピーベイ知ってる？私がチョコを作るっていうスペイベなんだけども、私のチョコをみんなで食べるっていう。あっやばい、画面がバグってさ、今さアバターがドアップになってて自分の顔が見えないんだけど、ちょっとやばい、どうしよう、画面がバグってる。みんなには多分私の顔が見えてるんだけど、私は自分の顔が見えてない。今みんなのアバターがドアップになって、あみんなのアバターがやばい、ちょっとこれ どうしよう、これやばい。いやみんなには見えてるんですよ、でも私はみんなのアバ、ちょっとやばっ、みんなから見た、みんなから見た私の画面もうこれしか映ってないんだけど、どうしよう顔が見えない、いや自分の顔が見えないって結構モチベ下がるよ。コメントは見えてるんですけど自分の顔が見えてないから、ちょっとどんな顔してるか分かんないからスマホ、ま、回してみる。え今さ私の顔見えてる？今から画面を隠すから見えてなかった。